HTT やってますか？え、林先生。冷蔵庫の設定温度を強から中に。HTT。電力を減らすの H ができますよ。あ、はい。こんな照明も LED に変えると HTT。今やるんですか？でも助かります。でしょう。電力を減らす、作る、貯める、お家でできる HTT やってみませんか？やってますか ？HTT。お願いします。よろしくお願いします。体を動かしながら話すっていうのが非常に苦手なので、ネオさんに迷惑をかけないようにと頑張ったんですが、なんとかなったんじゃないかなと思ってますが、いかがでした？いや、すごい林先生とこう2人で共演っていうのがなかなかなかったので緊張してたんですけど、すごい合間合間もほぐしてくださって、すごい面白い会話をたくさんしてくださったので楽しく撮影ができました。林先生、 HTT いますか？例えば社会を見渡しても、まあ、一日中でどうしても電気を使わざるを得ない、コンビニは昔なかったわけですし、まあ、クーラーもうんと少なかったですよね。それにそういろんなこう例えばツールっていうの、遊び道具一つとっても、まあ、パソコンであれスマホであれ、そうです、電気を使うのが当たり前っていう生活が変わってきているので、急にこう電気を使うのを減らしましょうって言われてもピンとこないかもしれないですけど、確かに、まあ、でも、全体のことを考えると、まあ、それだけ電気を使うのが当たり前になっていく分だけ心がけてもらうと変化も大きいかなと思いますね。確かに、確かに。そうですね、電気のない生活をまず考えたことがないというか想像が全くつかないんですけど、それこそ多分電気がなかったら私がやってる、まあ、SNS だったりとかそういうのもなかったりするので、ちょっと変な感じというかどうなっちゃうんだろうというのもあるんですけど、でもやっぱりこうみんなで集まってこうどっか行くとか涼しい場所とかもたくさんあったりすると思うので、そういうところで集まってこう話したりとか遊んだりするのもいいんじゃないかなと思ったりしますね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。熱中症にはもちろん気をつけなければいけませんが、できるだけ節電する意識を持ってみんなで夏を楽しみながら乗り越えていきましょう。